明けましておめでとうございます。レキジョナ主婦あやです。私がね、ワクワクのことをこうやって腕にね、こうやって注射のやってたら、ヒロポって出てきて、おすすめの動画に、違うよ、違えよとかって、私どっちもやんないしなんか若いね、若いで若くもないけど30歳ぐらいの男女の、まあなんかやんちゃな2人が出てきて、もうおすすめから消去みたいなのを押して出てこないようにして、そうそう、ヒロポ系がバーって出てきて、ちょっとやんないからどっちもやんないし、うん、っていうことです。何でしたっけ、江ノ島さんが生きてたんっていう、生きてるんじゃないかな、リンウッド、多分リンウッド弁護士が、江ノ島さんが本当は生きてるみたいな、まあそうだよ、ただじゃ生かせないよ本当に、死なせないよ本当にね、ちょっと入ってもらわないと。だって江ノ島に、行った人、確実にオバーマさんとクリントン夫妻、絶対データに、データじゃない、データじゃなくてデータだよ、データ、リストに絶対どっかに書いてあるみたいですね。ねえ、でもその1月6日のね、決戦日に、ね、トラさんが、大統領になって、もう本当一斉逮捕してさっさと、そうじゃなきゃね、日本でも影響絶対及びますから、これからね、ここ1年2年3年4年もう10年後にはね、日本にはねもう影響がね大いにね及びますから、うん、それで何言おうとしたのかしら、そう、そうで、そうそうそう、で、トラさんはね、国連からね脱退しようとしている、いますよ、あらゆる国連から、今どうなってるのか分かりませんけど、WHO が、WHO から脱退するって前からね言ってたんですよ。でもう大統領になった暁にはもう他の国連いっぱいあるから、なんかいっぱいで2つ3つぐらいあるので、そこからね本当脱退してください。もう国連なんてねほとんど中国にもう操られてますからね、 WHO をはじめ。で国連ってもともと戦勝国なんですよね。戦勝国っていうのは、まあ戦争に勝った、第二次世界大戦で勝った、国々なの で、その負けた国々っていうのは、まあ、日本とドイツと、あと何かありましたっけ、うん、ちょっと省こう、まあ、戦勝国の国なんですよね、国連って ほとんど全体がね。でも今はもうチャイナマネーでズブズブになってるということでね、さっさとねもう国連を脱退してほしいです。あと何なんかね、まだ、あ、そうそうそう、変異種、変異種って普通の新型の 1.7 倍の感染率があるんですってみんな言ってましたみんなYouTuber の人みんな、お医者さんとかも、うん、お医者さんっていうか医学博士さんとか、まあ、ジャーナリストの有名な先生方とかね、1.7 倍ですって。 1.7 倍って言ったら2倍のちょっと下でしょ。うん、で今ね、日本何人になってるんですか。毎日ねちゃんと調べないですから私。1000人2000人3000人でしたっけ。でそれでまあ、新型も変異種もどっちも含まるとなったら、まあ、1万いくでしょう、まあ、3000人としましょう、わかんない、1000人ですか3000人ですかとしましょう。としたらその、ね、新型と変異種がこれから広がって、それの、まあ、2倍と考えておいたら1万の計算いきますよね。そしてもうどんどんあれはもうネズミ子っていうのも変か、ネズミ子のようにどんどん広がりますので、もう日本も数万人行くでしょう、少々、はい、ということでした。ありがとうございました。寒い。